もしも隕石が落下したら日本壊滅です。 NASA で巨大隕石に立ち向かう日本人ヒーローがいた。史上初、隕石からの地球防衛ミッションに迫る。さらに怪獣襲撃、倒すのにいくらかかる。そして壊された家の保険は下りるのか。いやー、ちょっとビビりましたよ本当に。なんかもう誰ゲストに呼んでんだ。言っといてくれればいいのに、本当本番まで誰が出てくるか教えてくれないっていう。びっくりした。よくわかんないね、うん、いやでも当然もすごいゲスト来てます本当に、うん、だからドラマ 初出演じゃないあの方。あ、でまあ、ドラマみたいな。いや、これ、ね、これドラマなのかこれ。いや一応ドラマだよやっぱり。その模様は水曜夜7時放送の日本超緊急事態シミュレーションで。